なんだ、ズーグルがいるぞ。見張りかなんかなのか。いや、ここには修霊機が置かれている。普段ズーグルなど。どういうことだ、なぜ労働者もいない。君だけは予想外ではないらしいな。説明してもらえるのだろうね。はい、ですがまずは奥までお願いします。そこで全て明らかになります。いいだろう。キサラの盾はシオンの銃と同じで何もないところから現れるんだな。レナの転送技術ってやつか。でもそれって動かすのに精霊術が必要なんじゃねえのか。もちろん私は精霊術は使えない。必要な精霊力はあらかじめ装置に組み込まれているんだ。私はただ操作しているだけだが、それで自由に呼び出すことができる。精霊力を封入した装置は別に珍しくないわ。ってことはダナ人でもレナの機械を扱えるってことか。だとしてもそれをダナ人に与えるなんて普通は考えられないことよ。誰にでもというわけではないぞ。ティオハリム様の真を得た者だけが与えられるのだ。物で釣ってるだけじゃないの、リンメル。だって変だよこんなの。にわかに信じられないのは無理もない。だがメナンシアは生まれ変わった。それが事実だ。その通りだ。だからこそ私は。兄さん。いや、先走ったな。続きはついてからにしよう。
この煙といい、ズーグルといい、何なんだ。これは。私が生まれるより前なのは確かに、多分何十年も経ってる。そんな長いこと掘ってるの、よく崩落しないもの。問題なさそうな相手だ。役の前に危ない宿っこ。させて終わりだ。行けるぞ。こう飛ばれるとやりづらい。頼めるか。え、中田君、火の精鋭必要。バーストライク。フリーズラウト。これはいい武器の素材になるぞ。止められねえぜ。氷の槍よ。